はい、あのこれ大会で貼った選手の持って帰ってきてる、あの最後の引っ張りがもう必要なくなったので持って帰ってきたんですけど、これが2010年のフレンチオープンローランゲロスですね。ロビンソダーリングの決勝に行ったロビンソダーリングのストリングになります。でフェデラーの連続ベスト4記録にケチをつけた時のストリングを貼ってたので、それをちょっと記念に持って帰ってきました。はい、決勝ではナダルにリベンジされたストリングになります。思い出深い大会ですね、はい、本当に。でこれは、2018年モンテカルロの時に、うん、ナダルに確か負けたティームのストリングになります。この頃はまだ RPM ブラストラフを、の130を使ってて、ハイブリッドしてました。まだ、はい、縦糸がナチュラルで横糸にこれを使ってました。今はフルポリですね。パワーが上がったんでナチュラルはやめてますね。でこれが、2019年のロッテルダムの時の錦織のストリングだったと思います。はい、でその下も2019年の、ロッテルダムですね、の時の、ゴファンのストリングですね。その下が何年だったかな、2016、17年、どっちがだったか忘れちゃったんですけど、ダニエル太郎が、KO チャレンジャーに優勝した時のストリングになります。その下がちょっともういつだったかな、これも K のストリングなんですけど、いつだったかな、これは多分いろんなところで合ってるので忘れちゃったんですけど2015年のパリマスターズだったような気がします。ちょっとすいません、はっきり覚えてないんですけど、はい、その時の小井選手のリクエストとか特徴って何かあったり、はい、基本的にはものすごく繊細で、あとは、ロッテルダムの時にちょっと相談を受けていろいろ試したんですけど、直前に貼ったストリングと一晩置いたストリング、どっちがいいかっていう、その要するに安定をさせたいんです彼も。オンコートあまりやりたくないっていうのが本音で、安定させたいので、そこを試したのが一つと、あとはその時はボールがテクニファイバーのボールでちょっと他のボールと感触が違ったっていうことで、ボールが飛ばない、でテンションも上げたくない、テンションも下げたくもない、何か方法はありますかっていうことで、横糸のテンションでちょっと調節したっていういきさつはあります。はい、あと最初のベースの K のテンションなんですけど、2009年のローランギャロスの時ですね、ジェームスブレイクに勝った後なんですけど、その時にやっぱり、持ってきたラケットが非常に変形をしててぐちゃぐちゃだったので、テンションを聞いて、やっぱりテンションがちょっと違う、これじゃあちょっと良くないよっていう、また肘を痛めてしまう可能性があるのでということで、グランドスラムでやることではないんですけど、基本的にはそこで、いろいろ話をして、まあ話をしたというよりも何回かおすすめを試して、でも最後ローランギャロスで負けた後に、フェデラーと練習をすると、それで、縦と横を一緒のもの、全く変えないもの、その頃は横糸を上げてたので、はい、今は横糸は下げてますけど、その頃は横糸を上げていたので、それをフェデラーと練習して確認をしたいということで、持っていったっていうのがいきさつとしては残ってますね。はい、そういうやり取りは何回か、でパリ2015年のパリのマスターズの時に縦と横を初めてポリエステルとナチュラルを入れ替えたんですね。その試合もガスケに負けた試合ですけど、基本的にはその時は、最終的には66ポンドまでテンションが上がりました。はい、でも今は38ポンドとか37ポンドなんですけど、それはラケットの重さ、長さ、彼のメンタル、あとはプレースタイルだったり、いろんな要素が絡んでそこまで変化させたという、はい、いかに効率よく力を使わないでということを彼は考えているのかなと思います。はい、ありがとうございます。